クラッシャーチは自分たちの町も全部崩壊しちゃったし、うん、うちも斜めな感じになってて、うん、でそんな感じで暮らしてたりとかするからね。ただ放射能がないからいつかまた元に戻るんじゃないかっていう夢は抱けるじゃないですか、うん、平和ボケした日本がもうどうなっちゃったんだからもうしょうがないよね。だからそれで目覚めてなんていうの、どん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 こういい、もうもっといい社会にするためにっていうふうに、まあ、きっかけにはなるのね、うん、もうそうやるしかないよね。でも、うん、一番なんか私が日本人として見たいのは日本人よ、どうやって君たちはこの状況を復興させていくのかなっていう、ちょっとそれをこうなんていうのかな、なんか最後まで見届けたいみたいな、まずは南三陸から見させていただいて、私なんかができることなんてほとんどないと思うけども、でも とにかくね、自分人事じゃないってことですね。そうです、もういつ何時自分にそのことが起こるかもしれないっていう可能性が大だから、だからしっかりと見ておくべきだと思うよね、うん、本当に日本人がやっていくことを世界見てると思うよ。とりあえずとにかくずっとこう注目していたい。どうやって日本人って立て直すのかなって、うんうん、感想はって言われるともうただただもう心が痛いですね。自分たちのクラッシャーチもまだ崩壊した建物がいっぱいまだありますしね。放射能が影響がないっていうことなんで、必ずいつか復興できると思うんで、いや一緒に頑張りましょうって感じです。寄り添ってずっとお互いにやっていければいいななんて思います。ただ日本人は必ずやるんじゃないかと思いますので、みんなで頑張ってって言葉あんまり良くないって聞いたんですけど、寄り添いながらなんかやっていければいいなって思います。